岩泉山中腹採石場跡岩船山、クリフステージは、栃木県栃木市にて開催される野外コンサート。特定非営利活動法人岩船山クリフステージが主催する町おこしイベントである。栃木市の南西部にある山、岩泉山の中腹採石場跡地を活用し、2000年より、ほぼ年1回のペースで開催されている。秋の野外イベントとして始まったが、 台風など天候の影響を受けやすいため、2015年以降は開催時期が春に変更された。切り立った断崖を背景に特設ステージを設営し、岩肌の音響効果と崖のライトアップによる視覚効果も狙ったイベントとなっている。開催当日はメインステージにおけるイベントのほか、これに先立ち会場内に設置された小規模ステージにてミニライブ等が行われる。 また、地元飲食業者の出店による飲食ブースも設置されるため、飲食物の持ち込みは禁止される。岩泉山には、日本三大霊山、日本三大地蔵の一つとされる霊場として、東国の人々の信仰を集めた、交渉寺がある。また、江戸時代頃より、基礎石等に使用される岩船石の採石場としてにぎわってきた。 岩船石の採掘は昭和30年頃ピークを迎えるが、その後はコンクリート二次製品等の普及により、建材としての需要は徐々に縮小し、採石業は衰退、切り崩された岩泉山中には多くの採石場跡地が残された。この産業遺産とも言える岩泉山の景観を町おこしに活用しようと考えた有志により、岩泉山、 クリフステージ実行委員会が発足、野外コンサートを企画、開催することとなった。2014年4月5日、岩泉山の所在する。岩泉山の南側及び西側、ステージ裏手の崖は80メートルほどの高さがある。ちなみに、これらの在籍場跡地は映画やドラマ CM、特に特撮物などの撮影ロケ地として頻繁に使用されている。 会場までは JR 両毛線岩船駅から徒歩約20分。当日終了後に東京都心部などへも電車で十分帰れる時間設定となっている。クリフステージ09ステージとライトアップの上京クリフステージ08ステージと崖のライトアップクリフステージ08会場の様子クリフステージ会場設営状況視点。 第11回野外コンサートと同日開催された共同による町おこし事業ハンドインハンド岩船はその後第12回第13回にも引き続き行われた。栃木市岩船町近辺はどう生産が盛んなこともあり第18回野外コンサート開催当日会場内飲食ブースにてクリフステージオリジナルワイン完成の販売が行われた。ちなみに 完成というネーミングは、第17回野外コンサート来場者からの公募による、ものである。コンサート会場内の飲食ブースにおいては、リユースカップや、国産間伐材による割り箸等が活用されている。ありがとうございます。